はい、こんにちは。オプティマスのですね、111系で、先日ご紹介した、サイレントバーナーです。右側、こちらの方が111の T ですね。こちらが今ちょっと掃除をしようと思って溶液に漬け込んでありますけども、111のですね、スラッシュ7という、まあ、初期のサイレントバーナーですね。でめったになかなか見つかるっていうか見つからないのでどっちなんやという話ですけども見つからないです。はい、この溶液をですね、クエン酸に中性洗剤液体のを入れただけのものです。これをちょっと漬け込んどいてここから、超音波洗浄をしたいと思います。ちょっと特徴的なね、ちょっと先日ご紹介が、できなかった部分で、これが111の T のですね、サイレントバーナーのヘッドです。ここにですね、なんかありますね、これ。これ動くやつね。これがですね、止めというか、はい。これが、はい、止めになります。止めというと、要は、インナーキャップとアウターキャップですね。キャップを止めるときに押さえになるという意味です。まあ、こちらの方はそんなもんありませんけどね。まあ、結構、111の T なんかは、このような止めがついているやつがあったり、軍用ですと、ネジですね。ねじ込み式のやつもあります。それはまあちょっとオーローラバンなんですけどね。ですね、今日の動画はですね、実は違うんです。これですけども、これ迷彩柄のカッティングシートです。はい。なぜこのようなことをやっとるかというと、これがですね、私の、ほとんど使用してないですけど、クーラーボックスです。まあ、めったに外というか、アウトドアというか、キャンプというか、行かないですけども、道具は一丁前に持ってます。はい。これがですね、ジョンディアっていう、まあ、アメリカのトラクターメーカーなんかな、のサイトで買える、グリズリー、メーカーね、グリズリーの、はい、グリズリーのクーラーボックスです。どのぐらいかな、大きさ。まあ、20コートぐらいですかね。まあ、イエティ全盛というか、一択みたいな感じもせんでもないですけども、私、かなりの変態なので、まあ、ちょっと人と違うものが欲しいだけの話なんですけど、皆さんもそうですよ。限定ものが欲しい、運用ものが欲しい、まあ、欲しい病なんですけども、要はそのような、人が持っていないものを持ちたいというような所有欲は誰でもありますけども、それで、まあ、昔買ったのがだいぶ5、6年か6、7年前ですね。黄色とこの黄緑って、鹿さんマークのジョンディアですね。でこれがですね、なんか、目がチカチカするというね、黄色と黄緑でね。まあ、それがちょっと嫌であまり使ってないんですけども、それに、迷彩柄のカッティングシートを貼り付けました。はい。まあ、それだけの話なんですけどね。要はまあこのような細工をしたということで、まあね、イエティもみんな持ってますから、このぐらいの変わったものを持ってるとですね、絶対盗まれないですね。最近そのキャンプ場行くのはいいんですけども、盗難が多いということを話聞きますね。キャンプ用品せっかく新調したのに盗難に遭ってしまったとか言いますね。まあ残念な話ですけども、まあ、そのようなアウトドアの好きな人間がですね、まあ、窃盗しとってはあかんと思いますね。だからまあこのようなこのぐらい派手でもねいいじゃないですか。はい、グリズリークマですね。ほとんど未使用ですけども、はい、ということで貼り付けましたね。なかなか剥がれることは想定してないので、ただ単にやっただけです。やっただけのまた動画を出しとると怒られそうですけども、結構ね、人と違ったこういう、まあこれ1200円で Amazon で売ってますけども、カッティングシート買って加工されてはいかがでしょうかという動画でした。はい。なかなかいいですよ、この持ち手。
まあイエティよりもいいかもしれないですね。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ではでは。